父親がハリウッドポスターで、ありえないほどうまいですけど、ね、ドリアボンを出さないから、先輩とはみたいなの、師匠、いつもついていきますって、大丈夫、お前なら絶対できる。ガンマがなくなったわけじゃないんですけど、先生のものなんじゃないかなって、どうしてはみんなの、いや、もう、そうなんです。よろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。はい、ゼファーソンの方はなんかずっとうる覚えだったんで、うん、なんかまあ正直自分で覚えてないですけど、デイビッドは聖書から取って、キングデイビッドっていうのが聖書で、その時に初めてその国を統一した王の名前だったんで、それにちなんでデイビッドっていう名前をいただきました。ビスマルクは、ホールは確か俺が来てたんですよね。ビスマルクは、なんか俺がその時のフィーリングで俺が何にしたいって言われて、女の子だったらパウラっていう名前だったから、じゃあポールってなったのは、なんか、なんとなく覚えてるんですけど、ビスマルクも多分聖書から取ってると思うんですけど、モンゴルで戦ったんですけど、そこでは、みんなマスクとか、あんまりもうコロナの後の世界でなってたんで、結構声出し応援とか、すみやじとかと思って、ああ、これがサッカーやなっていうふうに思い出しましたね。そうですね、やっぱり、こう、国を背負って戦うっていうのは特別な思いですし、本当に結果に応えられなかったことは残念ですけど、まあ、でもそれでもこう身を背負って戦うプレッシャーだったり、その観客の声援だったりっていうのを見せて、こう自分のさらにキャリアに生かしていきたいなと思います。そうですね、まあ、まずその自分はサッカーを始めた時に日本代表になりたいっていう思いで始めたんですけど、まあ、それが色の指導で日本人になれないっていうことを知って、で、その時って、自分はフィリピンのパスポートしか持ってないんで、その時にこう、フィリピン代表の監督は、フィリピン代表にやらないかっていうふうに言ってもらって、それで、はい、プレーするようになりました。初めて行った時は、逆にフィリピン人全然ないじゃんっていうふうに思って、みんなドイツとか、それこそ佐藤大輔さんの日本とか、スペインとか、いろんな国で育った人たちがいて、本当はタガログ語というフィリピンの言葉があるんですけど、それを話せるの結構少なくて、みんなコミュニケーションみたいな英語だったんで、なんか変な感じっていうか、みんな違う環境に育って違う文化があるからこそいいなっていうふうに感じて、彼は父親がハリウッドポスターで、父親が実写版のその北斗の拳の役をやったかなんかで、そこから名前がケンシロウについたっていうのは聞きました。まあでも本当にしょうもない話ばっかりですけど、それこそ大切って言われたのは、今回なんで日本のパスポート持ってないのって、みんなこうやっぱ2つパスポートとか3つパスポート持つことが普通だったんで、逆にこう日本が1つしか選べないっていうのに、なんかすごいびっくりしてて、ブンデスリーガの選手もいて、やっぱりこうメンタル的に成熟しているっていうか、やっぱつらい状況でも、なんか自分が点取って勝つんだっていうふうな、メンタルっていうのが大事だなってやっぱり思いますね。取った成長の後のチームの高ぶりだったり、スタジアムの雰囲気っていうのは違うなって感じますけど、J リーグは J リーグ、あとその J リーグの良さがある、どっちがいいとかはないですけど、やっぱりどっちも大切だなっていうふうには、ちょっと思います。まずアジアカップに出ることが目標だったんで、それが叶わなかった今は多分鈴木カップ、このアジアで一番大きい大会があるんですけど、まあ、そこで多分優勝することが今の目標だと思います。プロの世界ってみんなこんな上手いやなってなんか本当に肌で感じたっていうか、まあ練習参加もしてたんですけど、やっぱり実際チームに入ってみるともうレベルが違うなっていう風にもう感じてしまいました、ね、その年に3戦勝ちなしみたいな年が、その試合があって、その当時キャプテンだった小林優さんがこのままじゃダメだって、その選手のほうでミーティング開いて、そしたら見事にそこからもう最後10連勝弱ぐらいして、結局鹿島と最終節まで優勝争いを連れて、それで
優さんハットトリックして得点を優勝かっさらったって年だったんですけど、選手のこれじゃダメだって思う、現状に満足しない、そういうスタンスがプロの世界でもこういうのは大事なんだなっていうふうに肌で感じた年でした。なんか2人いて、普通に1人は大島亮太って後ろに目ついてるんじゃないかぐらい、パス出したらとりあえず取られないし、ターンしてくれるし、決定的なパスも出されるし、手に負えるようなっていう選手。てかまあ、ほとんどみんなそんな感じだったんですけど、まあその中でも、大島選手が一つ出てたっていうか、その当時の僕には、ああ、すごいなっていうふうに感じさせるプレイヤーでしたし、もう一人は、いろんな意味で、いや、すごいなって思ったのは、ガンバに来た大塚選手。はい、翔平君とかはめちゃめちゃうまいです。ありえないほどうまいですけど、なんせなんか、これ言っていいのかわかんないですけど、歩きないですから、これが本気出さないから、それでもめっちゃうまいかなっていう、そういう衝撃を受けました。でも俺がいつも紅白戦とかでマッチアップしてた、エウシン、エウソンとかはもう、本当に嫌でした。絶対ボール取れないし、足長いし、こういう参加してくるし、なんかね、シュートを決めてくるし、そんなに意味わからんもん。そしてあの時の演技はすごいっすよ。両生が三好浩司、板倉と田中を脇坂に出すと、森田秀政、で、知念、慶應、で、あのポップエリアみたいな、こちらとかも、だからみんなすごい頑張ってるから、なんか俺も負けてらんねえなって思います。まあ、当時はみんな俺と同じ境遇だったっていうか、試合に出れずに友がいった日だったと思うんですけど、それでもこう自分の力を信じて結局ああいうところまで登り詰める選手なんで、なんかすごいこう素直に頑張れって思う自分と、やっぱりまだまだ負けなくないなって思う自分、まあ、両方いて、だからこれからもっともっと頑張るんだなっていうふうに思います。本当になんかあの日々はなんかサーメンで全然俺は思っていなかったですけど、あの本当にその2年間が俺にとってはすごいかけがえのない日々だったんですけど、まずなんか領土の必然的にポープ・ウィリアムと知念君が一番上の年なんで、すごい威厳がある。でも俺とか青とかヒデ君とか、あ、森田君とか安田君とか大津君とか板倉浩君はもうなんか舐めてたっていうか、でも2人は威厳保ちたい、でもあの後輩たちはもう舐め腐ってるいう構図が大前提で、でもコウキ君は本当にそれでもなんかすごい先輩とはみたいなのがすごいあるんです自分の中で。だからもう飯1週間に3回ぐらい毎回寮生4人ぐらい飯連れて、でなんかそこでの格言が、お前らは先輩と飯食ったら死ぬほど食え、それが払うものに対してのリスペクトだみたいなのを教え込まれてたで、俺とか青はもうはいとか言って、師匠いつもついていきますとか言って、飯をおごってもらえるんで、めちゃめちゃ食うんですよ。知念君とかポーク君とか、もう意味わかんないぐらいいいお店に連れてってくれて、で、4人なのに会計8万、それでもなんかすげえ俺らが食うから、めっちゃ嬉しそうに、なんか、よく食ったなって言って、お金払ってくれるんですよ。それがもうなんかすごく楽しくて、でももう俺とはもう食い終わった時は、もう車に戻るのしんどくて。で、ある日、俺とはちょっとさすがに今日飯行ったら腹爆発するっていう日があって、二人で部屋の鍵閉めて、ウイルスしたことがあったんですよ。そしたら、1時間くらいドン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 と流れて、お前らいんの知ってんだぞって、結局また飯連れてかれて、で本当にありがたかったですね、それは。楽しかったですね、あの日々は。